はい、ダビスタ04始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日は関西は寒いですね。今ね、現在吹雪いておりますね。本日はね、レモン水をいただきながらプレイしていきたいと思います。ダビスタ久々ですね。ちょっとね、時間が空いてしまって、今日はね、土曜日ですけど、リアル競馬はやっておりません。はい。パッドの方にはね、何十何円しかありません。フェブラリーステークスはいつですかね ?2 月の後半ですよね、おそらく。それまでやめようかな。どうしましょうか。まだだから今年の初勝利はね、リアル競馬のね、今年の初勝利はまだしてないんですよね。まだ0勝です。まあ、金牌とね、エイジ支配ぐらいしかやってないんですけど、まだ0勝ですね。はい。さて、ピュアホワイトがね、秋華賞惨敗でしたね。外枠引いてね、ちょっと苦しい競馬になってしまいました。はい。まあ、これまでもね、マイルぐらいがいいんじゃないかなと思いますね。マイル重視を使っていきましょうよ。オープンになりましたからね、シオンステーク使ってね。それでこの辺りはね、もうすぐちょっと状態戻してもらいましょうね。藤枝マジックを活用しましょう。はい。まあそれでね、ピュアアイドルの方をね、なんか阪神ジュベナルフィリーズに間に合わせたいなというところですよね。楓賞で2着に敗れてしまったので、ちょっと苦しいかな。ね。状態抜群ですね。まあ、何かしら使いたいんですけど、まあ、反ロマナリ中心ですね。はい。まあ、このままね、気象なんて言われているので、距離伸びてね、折り合いがつくかどうかっていうのがちょっと不安ですね。さて、何かしら使いましょうかね。最地コンコルド3区なんですよね。100日総特別使います。やっぱり赤松賞とかレベル高くなるのかな。どうなんですかね。100日総特別使ってみますかね。使いましょう。はい。まあ、これで負けたらベゴニア賞ね、使うという手もありますからね。まあ、ただベゴニア賞を使ったら伝統で阪神ジュベナルフィリーズですよね。ちょっと難しいかな。まあ、このあたりね、ジョッキーはね、中堅クラスの方がね、乗り換わりはもちろん少ないので、吉田豊ジョッキーやって、まあでも吉田豊はメジロドーベルで乗り換わりありますからね。まあ、鉄道ジョッキーとか C 君もちょっと乗り換わりあるかな。まあ、C ジョッキーに乗ってます。はい。C ジョッキーにもね、僕はもうね、トップジョッキーになってほしかったんですけども、C ジョッキーもね、引退の声がね、ちらほらあるんでしょう。調教師試験受けたんでしたっけ、どうでしたっけ、あれ、海老名ジョッキーか。ごめんなさい、ちょっと。ねえ。C ジョッキーがね、藤田ジョッキーがね、トップジョッキーになって、ね、武豊ジョッキーもね、まだ健在でね、もうちょっと頑張ってほしいなっていう、欲しかったなっていう気持ちありますね。いや、ごめんなさい、集中しましょうね。翌週。最近はだからシュボバ辞典読んでますよ。トイレでね、シュボバ辞典読んでます。僕は初めてシュボバ辞典買ったのが1994年なんですよ。その当時はね、もう知らない単語ばっかりでね、すごい難しいなと思ってたんですけど、今もう普通にね、シュボバ辞典読み物として読めるんでね、面白いなと思ってね。血統というとね、なんかね、意味ないよっていう方もね、多いんですけど、最近ね、自分のことが正しくないと気が済まないという人が多いじゃないですか。誰かを否定してね、自分のことが正しいと、ね、なんか主張する人多いですよね。一番人気かな、これ。ね、よし。血統に関してはね、キャリアを重ねていったらね、無視はできないということは分かってくると思うんですけど、まあ、追い込みでかせましょうか。ね、追い込みでかせます。外枠だから変に差しよりも追い込むのがいいんじゃないかなと。はい。
あのね、だから他人を否定してね、自分を正当化するっていうのを、そういうのをやっぱり老人の思考だと思いますよ。若者でそういう思考になってる方はね、注意した方がいいと思いますね。はい、うん、僕は思いますよ。パドックに関してもね、あの分からなかったら意味がないものだって決めつけるのはね、正直どうかと思いますね。もっと頭を柔らかくしないと。ね、最近だからね、僕は5チャンネルとかあまり見ないんですけど、結構否定の試合になってますよね。どうなのかなと思いますね。さて、追い込めてね、あの打ち回ってきたらいいんだけどね、うん、打ち回ってほしいなと。させますかね。うん、まあ真ん中ついてね、上がってくるでしょ、これ4コーナーで。直線は長いからね、ショックオンジあるからね、これも。来た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 、させ、頑張れ頑張れ、前バテるでしょ、これバテるでしょ。ピュアアイドル系、ピュアアイドル系、ちょっと前がねバテませんね、やばい。ちょっと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 、何やって何やって何やって、させ、頑張れ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 、よし、やりました。なんとか、これ勝つと負けるとではね大違いなんで、まあこれで阪神ジュベナルフィリーズね、行きましょうよ。チャンスありますよね。まあ、シボバー辞典はね、田畑至ると加藤栄の栄さんの本がねおすすめですね。ちょっと高いけどね、これ2500円プラス税って書いてありますね。さて、ホワイトは戻ってます。あ、そうか、ピュアモンスターでしたっけ。確かめないといけない。戻ってますね、よし。うん、さすが藤枝マジックね。まあ、この後ね、どこ使いますかね。阪神ヒンバステークスとかクレにあるのかな。まあ、ただ G2 だからね、レベル高いよね。ピュアモンスターもね、ちょっとね、あ、早熟だね。はい、これはスピード言われたんですよね。うんね、タイグブリザード3区でスピードがつくっていうのは熱いよね。さて、アイドルがね、無事ね、状態もいいですね。これ輸送なるんで、ちょっと太めに作っておきましょうか。ダートやっとこうね、ちょっとね、スタミナの補給もしないといけないのでね。すごいいい感じでね、あの調整できましたね。こんなたやすくね、2歳 G1 行けるとは思ってませんでした。ね、気象なんて全然見せてませんよね。ただダブシタの場合、気象なんてね、3歳になったらなんか顕著に現れるケースありますよね。うん。ダブシタ面白いな、やっぱりな。まあ、ダブシタ派とね、ウィポ派って分かれますよね。僕は両方ともいける口なんで、どっちが好きかって聞かれたら困るぐらいのね、両方とも好きなんで。最近でもダビスタひどいけどね、最近ダビスタは、うん、DS からもう 3DS、 PSP は我慢できたけど、 DS もね、なんかクリアまでやりましたけど、 3DS はもう我慢できませんでしたね。4日で売ったって言いましたけど、ひどかったね、あれは。うん、さて、マイル戦ね、何かありますかね。マルチャンピオンシップさすがにどうかと思うんでね。京阪杯も1008か。あ、1000人もいいかもしれませんね。CBC でしょうね。スプリンターはもちろん10月の方に回ってるんだ。ね。まあ、阪神頻発テイクされますね。まあ、京阪杯出そうか。ね。マイちゃん出す。まあ、マイルチャンプシップちょっと登録だけしときましょうか。除外されるかもしれませんけど。ね。まあ、ただ輸送になるんでね、これ馬体重浮かれるんだよね。やめとこうか。まあ、ちょっと厳しいと思うんで。うん。こういうのって、まあ、試しに登録してみようか。登録するだけで馬体重って浮かれる。ごめんなさいね。ちょっと、なんだこれ。ちょっと、なんだよ、これ。ちょっと待て。一応登録しますね。あ、賞金不足で除外か。
ね、確実ですと、まあ、仕方ねえなと。一応やりましたよね、翌週。うん、なかなかいい感じですね。京阪杯はハンデ戦ちょっちゅうな。これなんだよこれ。なんでこの京阪杯ね。うん、ハンデ戦ではありませんね。ハンデ戦では良かったんだけど。あ、池添さんがね、池添くんがちょっと乗ってくれてますよね。池添くんがね、リーディング争いできないっていうのはどういうことなんですかね。前も話したの、この話だ。同じこと話してますね。よくね、あの同級生なんかでね、あのね、たまに会ったり飲み会になったりしたら同じこと話しますよね。集中しようね。ピュアホワイトアイドルもね、いい感じですよ。まあ、ダート賞金やりましょう。まあ、ダートマナリではね、あの能力上がらないですよね。はい。まあ、まあ、考えてみたら、ダートマナリで能力上がらないっていうのは不思議だよね。ハンルマナリで、芝マナリでもスピード上がるのにね。調教した意味ないじゃんって感じですけど。ですけど。まあ、キープするのに、ね、状態をキープするのにふさわしいとは思うんですけどね。うん、さて行きましょう。翌週と、さてここらでね、通用してくれたらね、これから先期待できますよね。うん、あ、オモパワーですね。アドマヤ個人とか出てんの？へえ。アドマヤ個人もね、早熟かなと思いきや、ね、復帰してから G1 勝ちましたよね。安城後藤ジョッキーでしたっけ？ね。個人系のね、いい馬でしたよね。アドマヤ個人からだからね、名前が出てこないな。アストンマーチャーが生まれたんだよね。ちょっと人気ないね、やっぱり。レベル高いんだ。まあでも印ついてますね。まあこれ先行で行かせてみようか。いや、差し安定やな。差し安定、差しで行かせよう。まあね、馬体重、馬体重じゃない、金量軽いんで、チャンスないかなと。まあちょっとライバル見てなかったけど、どんな感じでしたかね。レベル高い。G3 ですからね、そんなレベル高くないと思うんですけど、まあ、ただビッグサンデーとかもね、 G1 で2着した馬ですからね。エイシン・スペンサーあたりもね、懐かしい。まあ、かからなければね、チャンスあると思います。うん、まあ引っかかることはね、最近ないんでね。まあでも外回ってますね。うん、外回ったら厳しいんだよな。皇帝皇帝の競馬になりますよね。天山星座あたりもね、あの天皇賞秋で3着来ましたからね。もうこの辺りのね、競走馬も懐かしいとしか言いようがないな。うん、一番僕は競馬がね、熱かった時代の馬ですから、思い入れはあります。はい。あ、でもいい感じで上がってきましたよ、これね。仕掛けてもう動いてますね、手がね。ちょっと手応えないのかな。でも来てますよこれね、外から。あ、いい形で上がってて、あとは根性でね、上がっていかないと。あー、でも伸びねえな。前が残りますねこれね。うん、アドマイ個人強い。うん、しぶとく伸びてますけどね、これ最後までね。なんと5着以内に入ったかな。どうですかね。まあでも、いい競馬でしたね。うん、悪い競馬ではありませんよ。うん。ああ、6着か。悔しいな。さて、12月1週ですよね。はい。この当時はチャンピオンズカップないからね。さて、行きますか。反路馬なりだったらやっぱりね、レース中のね、故障っていうのが確率上がるらしいので、
ダートマナリで行くか、ね、レース前はね、はい。さてチャンスありますかね。これだから阪神競馬場はね、あの内回りの時代ですから、追い込みはちょっと厳しいと思うんですよね。差しかね、内枠引きたいですね、うん。まあ、絶好調にした方がいいんだけど、まあいっかね、はい。連投というのもね、朝日杯も連投するっていうのもいいですよね。連投しようか。あ、Cさんね、よし、OK。さてチャンスはね十分にあると思うんですけどね、どうですかね。あ、気象なんだ、参ったな。やっぱマスコの品系気象な多いな。名は体を表すというかね、ピュアなのに気象なんていうね。ある意味ね、そういう人いますからね。オータムリーフはちょっと外枠やな、これな。イブパーシブかよ。外枠引いたら難しいですよね。内枠だったらチャンスがあると、あ、天王山一番人気やろね。7、まあでも結構人気ありますね。まあこれ差しでいくしかないですよね。先行でいってみます。あ、スタミナ重視が丸ついてますね。これ先行でいってもね、あの道中ダウン下がりっていうケースになると思うんですよね。追い込みか。まあ、天王者は前で残ると思うんでね。差しか。差しとか言ってもな、なんか、ね。差しとかしても、後ろ下がっていくんでしょ、どうせ道中ね。逃がしましょうか。試しに先行で、あ、でもこれも下がっていくと思うんで、逃げていこう。ちょっと試しに行かせてください、逃げで。どういうレースになるか。まあ、ちょっと勝てないと思うんだけど、まあ、試しですね、はい、うん。スタミナ重視あるんでね、あの逃げでどこまで粘るのかっていうね、まあ根性ない馬が大逃げになってね、あの有利になるっていうのはあるんですけど、この馬根性あるんでね。おいおい、根性ある馬が逃げてね、どこまで粘るかどうか。ね、はい。ただ、うちに天王者いるんで、邪魔だよね。うん、出遅れなしね。あ、行きましたね。行け行け行け。前行かないとね、これ、外回ったらダメな、外回ったらダメなんだよ。やっぱ先行取れないんだ。これ、どういう位置取りになる、どんどん下がっていくと思うんですよね。あ、でも3番手取れましたね。よし、OKOKOK。これで OK ですよ。うん。まあ、これで果たしてどこまで粘るのかね。まあ、ね、あの、かかってませんので、ね、打ち入れてほしいな。ね。だから、あの、朝日杯でね、あの、いたでしょ、なんか、オーストワークから逃げた馬。思い出せねえな。黒船3区でしたっけ？違うかな。あ、でもいい感じですよ、これ。でも手応えねえな。手応えねえな。やっぱ持たないんだ。持たないんだね。難しいな。やっぱ外枠フリーやな。ちょっとこれはね、やっぱり逃がしたらあかんな。やっぱり逃げはね、大逃げする前じゃないと持たないのかもしれませんね。今の競馬見たらやっぱり逃げは、外枠から逃げっていうのは選択できないかな。参ったな。まあでもね、次からはね。さて、ホワイトはね、どこ使いましょうか。CBC 賞使いますかね。戦には確か実績ありますよね、これもね。はい。
悔しいですね。まあ、アイドルもね、早いとこ、ね、1600万円稼がないといけないんでね、本賞金。まあ、もちろん来年はね、牝馬クラシック行きたいので、ね、どこ使いますかね。まあ、この当時、フェアリーステークスが1002か、ね、12が3週でしたっけ。使います？ちょっと使い詰めになりますけど、使おうか。ね。今12が3週ですよね。使いましょうか。まあ、馬体重もいい感じだし、使いましょうよ。うん、フェアリーステークス使います。千人は走るよね、この馬ね。はい。乗り換わりか。まあ、乗り換わりはね、中立さんとか逃げ専門な感じがするんでね。エビショーさん乗っけますか。信頼できるエビショージョッキーね。はい。アンカスさんがね、乗り換わりも少なくていいですよっていう声をいただいたんでね、アンカスさんいたら積極的に乗せようかなと思ってるんですけどね。はい。ちょっとガレって漫画なね。シビショーはこの週はね、出しましょうね。あ、乗り換えだ。あ、C さん、松永みきおの教科。懐かしいね、ミッキーね。今やね、名調教師ですからね。まあ、調教しておきましょう。はい。まあ、ダートマルの方がいいんですかね、レース前はね。はい。中京競馬場でね、これ追い切ってますね。これはピュアホワイトは千人の実績は？千人でね、車賞勝ってますね。強い競馬でしたね、確かね。七花賞で5着に敗れてるんだ。まあでも千人もね、走ると思うんでね、久々の千人ね。さて、二頭出しというかね、翌週と。さて、フェアリーステークスね、これはやっぱり差しかな。やっぱ逃げ先行は外枠だったら厳しいんですかね。ちょっと先行も試してみたいんだけどね。まあいろいろ試していきましょうよ、最初だからね。うん。あ、いい感じで。うん、4.5 倍か。まあ、これ差しかな。ねえ。ゴールドティアラがいますね。これダートオーバーだよね、将来的には。まあ、差しでいいと思いますね。はい。まあ、これ2着に入ったらね、本賞金加算されてね、牝馬クラシック出れますから、これ2着に入ってほしいね、最低でも。まあ、ゴールドティアラぐらいだったらね、なんとかなりますよ。うん。あ、いい感じでね。うん。これはもういい感じになりました。はい。あとは、あ、ちょっといる、かかっとるわ。あ、かかったらちょっと厳しいね。やっぱりかかり癖が出てきたか。あ、でも最後までね、これ、行く形だったら案外持つんですけど、ね、どうですかね、これ。あ、これ持つんじゃないかな。持ちますかね。先頭は？先頭天山出たぞ、ね。あ、でも来たね。よしよし。頑張れ頑張れ。競り合って。なんとか刺してくれ。さすが、千人だったらやっぱりかかって持つな。ね。粘ってくれ。よし。粘ってくれ。よし。まあ、これでね、もう来春のね、クラシックは、状態さえ良ければ出走確定ですね。はい。休ませましょうかね。うん。まあでも、かかり癖が出てきたっていうのがちょっと不安ですね。来年、ピュアアイドル。ピュアアイドルってね、ウィポーで出てきたんですけど、私立馬でいたんですかね。ピュアアイドルって言えば知らないんですけど。さてね、こっちがね、通用してくれたらね、G1 戦線でもね、期待できるんですけど、戦に重賞どうですかね。まあ、これ外枠やな。エシンルーデンスってそんな人気ないや。
そんなレベル高くないのかな。ブラックホーク、ブラックホークは強えよ。ブラックホークには勝てない。あ、いい枠やね。14.2 倍、まあそこそこですね。はい、まあ、出来はそんな良くないので、うん、これ試しに先行でいくかね。はい、どこまで粘るか。まあただ相手がトロットスターはブラックホークだからちょっと厳しいですね。うん、やっぱり外枠は不利な感じしますね。さあ先行でね、どの程度まで競馬できるかね。本来なら差しの方がいいんだろうけどね。うん、試しいですね。まあでもちょっと後方に置かれてますね。中段か、中段ですね。まあでもね、俺はついてます。俺はついてるんで伸びますよね。かかってた今。あ、ちょっと来てるけどね、ちょっと窮屈な感じですね。ちょっと窮屈。もうちょっと伸びてるんだけどね、これ。伸びてるんだけど、もうちょっと前と競馬してほしいよな。まあ、これはでも、レベルの違いかもしれませんね。戦にはやっぱり短いか。やっぱり牝馬同士の争いでないと力は通用しないかもしれません。まあ、7着ですね。差しの方が良かったかな。やっぱり差し安定ですかね。やっぱり打ち差しが一番有効かもしれませんね。アイドル放牧出そうかね。はい、放牧出します。使い詰めですから。あ、それでモンスター入れましょうね。これ貴重なんだからね、ずっと預けておきましょう。ホワイトは難しくなりましたね。まあ京都近辺あたり使いたいけど、ちょっとがれてるからね、これね。ちょっと馬体重増やしましょうね。さて何かしらありますかね。まあこの時期は、小倉なんだよね。レースねえな。試しにオープン特別のニューイヤーステークス使ってみます。ハンデ戦か、ちょうどいい感じですね。マイルあたりがね、やっぱ一番いいと思うんでね。はい、使いましょうかね。ハンデ戦ですね、ニューイヤーステークス。あ、乗り換わりね。まあエビショーさん乗っけるか、タキュータカジョッキー乗っけましょうよ。まあね、コロコロジョッキ変わることになりますけど、まあ仕方ねえかなと。ダートマナリーでね。これは早熟って言われてたんでしたっけ。どっちでしたっけ、言われたのかな。これもちょっと先行で行かせましょうね。はい、まあ、内枠引いても先行でちょっと試してみますね。はい、まあ、中山マイルだからね、参った方が有利なはずなんだけどね、本来は。あ、いや、外枠だね、これね。一番後ろや。ダイバルージュ。ダイバルージュがあの人気ってことは、やっぱりレベル高いな。あ、内枠だね。6.4 倍。入れ込んでると。入れ込んでるのは困るな。まあ、先行で、ちょっとこの印で先行っていうのはちょっと怖いね。まあ、でもちょっと先行で行かせてみます。はい。まあ、かかったらおしまいですね、先行策の場合はね。はい、だからかかってたらね、差し追い込むのがいいかもしれないね。かかってたらというかね、パドックで入れ込んでたら差し追い込むのがいいかもしれませんね。あ、出遅れたわ。全然関係ない。もうこんな入れ込んだらさ、わかんねえじゃんしかもかかってるし、最悪の競馬だな。エビショーさん頼みますよ。ESP やな。あ、竹豊やったね。竹豊
ユタポン頼みますよ。ねえ。まあでもこっから持ってくるのがね、滝ユタカマジックですよ。ユタカマジック。人気ですからね。後ろから行った方がいいかもしれないしね。結局は。うん。まあでも、どうですかね。うん、ちょっと手応えありません。また、あ、やべ、やった。やった。故障じゃないの。なんでそんなとこ押さえてんの。故障かと思ったじゃん。びっくりさせんなよ。ねえ。あそこ押さえる必要ありましたかね、今ね。まあ、この競馬だったら、まあ、ひどい競馬やな。まともに競馬になれませんでしたね。もう、竹内ジョッキー頼みますよ。ねえ。ねえ、山田くんがこんな気上してたら、まあ、リアルだなと思うんでしょうけど。今の竹内ジョッキーひどい競馬でしたね。はい。まあ、ウィップないんではね、山田ジョッキーに、ねえ、出てほしいですよね。ちょっと山田ジョッキーがこんな気上したら、おい、山田っていう、ね、声が出ますよね。まあ、というわけで今回はこれで終了しますね。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。